福井県全県区は、かつて存在した衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員総選挙から設置された。廃止時の定数は4。自治体の名称は、第40回衆議院議員総選挙時点のものである。1950年公職選挙法施行当時の区域も同じである。第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数617444人、投票率 76.19% 第39回衆議院議員総選挙2月18日執行、当日有権者数601224人。投票率 83.79% 第38回衆議院議員総選挙7月6日執行当日有権者数586839人投票率 80.90% 第37回衆議院議員総選挙12月18日執行当日有権者数577019人投票率 76.66%第36回衆議院議員総選挙6月22日執行、当日有権者数、559596人、投票率、85.39%。第35回衆議院議員総選挙10月7日、執行当日有権者数、555676人、投票率、75.40% 第34回衆議院議員、総選挙12月5日、執行当日有権者数、543,790 人、投票率、85.42% 第33回衆議院議員、総選挙12月10日執行当日有権者数、522,447 人、投票率、79.72% 第32回衆議院議員、総選挙12月27日執行当日、有権者数、505,273 人、投票率、78.06% 第31回衆議院議員、総選挙1月29日執行当日有権者数、473。371人投票率 80.79% 第30回衆議院議員総選挙11月21日執行当日有権者数 468,761 人投票率 83.72% 第29回衆議院議員総選挙11月20日執行当日有権者数 453,245 人投票率82.15% 第28回衆議院議員、総選挙5月22日執行当日有権者数、446,639 人、投票率、83.87% 第27回衆議院議員総選挙2月27日執行、当日有権者数、431,457 人、投票率、84.09%。第26回衆議院議員総選挙4月19日執行、当日有権者数、423,870 人、投票率、83.37% 第25回衆議院議員、総選挙10月1日執行当日有権者数、438,979 人、投票率、82.37% 第24回衆議院議員、総選挙1月23日執行当日、有権者数、401,059 人投票率、81.68%、第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、当日有権者数、409,754 人、投票率、73.73%。ありがとうございます。